着信ないかな。
か弾いてるの？こんなに綺麗な音色、初めて聞いた気がする。これじゃダメ、全く思い通りの音が出せない。どうしよう、このままだと発表会で大恥をかいちゃう。なんで、どうして、私の何がいけないの？何？知らない人がじっとこっちを見てる。すごく怖いんだけど。でも、そういうことを表立って言うと揉めそうだし、ここは平静を装って、どなた様と聞くべきかしら。全部口に出てる。どなた様？ご利用しした。いいけど。私は白井日奈子、普通科の1年。あなたは？私は、田谷文雄。特待科の1年よ。よろしくね。同じ1年生だったんだ。こちらこそよろしく。特待ってもしかしてピアノの？うん。あ、今の演奏聞いてたんだ。ひょっとして声も聞こえちゃってた？うん、素人の私でも綺麗な音色だと思ったから、別に自信持っていいんじゃない？このくらい当然だよ。少し練習すれば誰でも弾ける曲だし、逆に今のままじゃ発表会失敗するかも。そうなんだ。その道のプロじゃないとわからない世界ってやつかな。必要なものはもうわかっているの。へえ、そうなの？緊張感、ひりつくような熱気と切迫感、そして高揚。どういうこと？あえて言うならデスマね。デスマ？私のお父さん IT 企業の SE やっていて、納期寸前の修羅場話をいつもしてくれるの。その象徴的キーワードがデスマよ。よくわからないけど、例えば？例えばわあ、口に出すのも恐ろしいわ。やっぱり私もデスマを経験しないといいピアノが弾けないのかしら。いや、それはなんか違う気がするけど。とにかくデスマが気になるなら自分で調べてみるといいわ。新しい世界が開けること間違いなしだから。何かするかな。Thank you.
何かするかな。スープの匂い、スクープの匂い、この後予定ある？着信ないかな。何かするかな。そうだ、文雄が言っていたデスマのこと調べてみようかな。デスマ、デスマ、あった。デスマーチ、死の行進？何これ。非人間的で過酷な労働環境、 IT 業界ではよくあることなんだ。よくあっちゃダメだと思うけど。あ、デスマーチの体験記、これを見ればもう少し具体的にわかるかな。スケジュール遅延を解消するためにメンバーを増やした結果、情報共有が難しくなり、また進捗が悪化する。なんで？納期1週間前に大幅な仕様変更。そんなことあるんだ。え？納期は伸びないの？納期直前に重大な不具合が発生。突然技術者が会社に来なくなり、連絡も取れなくなる。
始発出社、終電帰りは当たり前で、会社で寝泊まりすることもある。デスマーチ中の労働時間は月400時間。リリースした後に不具合が発生して、再びデスマーチが発生。将来 SE になるのだけはやめておこう。もう寝よう。アコ、聞きたいことがあるんだけど。どうしたの？特待課のタヤフミオって子、知ってる？ああ、もちろん。天才ピアニストって有名だからね。星の宮でピアノやっている子なら知らない人はいないよ。絶対音感も持ってるって話だね。あ、ちょっと、まあ別の意味でも変。天才だけど、そこも含めて面白い取材対象だよね。なになに、ひなちゃん気になる子がいるの？ライムたちにも教えてよ。別に、昨日の音楽室の前でちょっと話しただけだよ。ちなみに白井ちゃんはどこまで知ってるの、タヤちゃんのこと？ピアノで特待課にいるってことと、あとは綺麗な音色を出せるってことくらい。そういえばお父さんが SE やってるって聞いたかな。そうそう、 IT 企業の社長をやってるんだよね。最近はうまくいってないけど、昔は随分成功してたみたい。あとはおばあさんが有名百貨店の会長をやってて、その影響で小さな頃からピアノを習っているとか、スパルタに近い練習で天才と呼ばれる腕を持つに至ったとか。私の持ってる情報はこれくらいかな。相変わらずよく知ってるな。いいとこのお嬢さんなんだね。で、ひなちゃんはどうしたいの？どうしたいって、だから私は別に。あ、そうだ、言い忘れていたけど、タヤちゃん最近すごく苦労していることがあるみたいだよ。発表会のこと？あ、知ってたんだ。そう、今度タヤちゃん結構大きめの演奏会に出るっぽいんだよ。でもちょっとスランプ気味で、うまくできるかナイーブになってるみたい。わかった、ハコ、情報ありがとう。どういたしまして。代わりと言ってはなんだけど、そこの二人の私生活を密着レポさせて。ダメ、消すよ。白井ちゃん。まあこのお返しは改めてするってことで。ねえねえ、その子のこと様子を見に行かない？スランプって言ってたけど、誰かと話すだけでも気が紛れるんじゃないかな。ライムはどっちでも。私はやめておいた方がいいと思うけど。え、どうして？だってうまくいかないときはそうやって気を使われる方が鬱陶しいかもしれないし。でも放っておくのもかわいそうだよ。どんどん思い詰めて気持ちが悪い方に行っちゃうかも。それはそれでライムたちにとってはプラスになりそうだけど。ライム、またそんなこと言って。とにかく会いに行くとしても慎重に、よく考えて話しかけた方がいいと思う。私たちの言葉がどんな風に受け止められるか注意しないと。うん、ライムはそれでいいよ。まあひなちゃんがそう言うなら。
何かアドバイスできそうなことは。やっぱり文雄自身が言っていたように緊張感や切迫感を与えてみるとか。デスマーチ、あれはやめておこう。はあ、どうしようかな。いきなり押しかけて迷惑と思われるかな。でも別にいいよね。細かいことを気にしてられる状況じゃないし、白井さんの都合とか後回しで。あ、白井さん、こんにちは。だから全部口に出てるって。で、どうしたの？ピアノをうまく弾けるようになったの？え？どうしてわかったの？え？本当にそうだったの？うん、思い通りの音が出せたの。普段と違うピアノを使ったら、すっごく滑らかに指が動いて。普段と違うピアノ？そう、つまり原因は私じゃなくてピアノだったのよ。音楽室のピアノを変えてもらえるよう先生にお願いしないと。本当にお騒がせだよね。だけど自分の使う道具を確かめなかったのは私の落ち度。これからは要注意だね。私は悪くない。何も悪くなかったんだから。ふみお、大丈夫？なんかテンションがおかしいけど。ん？私はいつも通りだよ。おばあ様が期待する通りの理想的な私。そう、全部ピアノが悪かったの。おばあ様がピアノ、あれ、私、おぼ、ピア、変わったの。ふ、ふみお、何を言って。なんで？うまく弾けるようになってそれで解決したんじゃないの？考えるのは後だよ、ひなちゃん。わかった。確かサラサの時は恐怖の感情だったよね。まさか。ひなちゃん、何か思い当たることあるの？間違いない、これはデスマの影響。ひなちゃん、多分それ違うと思う。とにかく探しに行こう。フラグメントに触れればわかると思うよ。そうだね。うん、魔物が集まっている場所を探そう。うん、じゃあ行こっか。